3つの場所から確認することによって、まずフックラインなのかスライスラインなのかっていうのが分かった。で最後の3つ目の場所からは上りなのか下りなのかっていうのが分かった。そしてそこでパッティングをしていく。皆さんこんにちは、フェニックスゴルフアカデミーの井野です。今回は初心者の方たちに分かりやすくパッティンググリーンのラインを読むための方法、それをちょっと説明していきたいと思います。ここはですね、今実際にもうコースの中に来てるんですけど、これねグリーンを読むって言ってグリーンにいないっていうのが面白いと思うんですけど、もう実を言うとグリーンに上がる前から傾斜って読むことが可能なんですね。それはどういうことかっていうと、上がっちゃうと逆に分かんなくなってしまうこともあるんですね。例えば今これまだグリーンの面がちょっとしか見えてないんですけど、まずは一番高いとこ、そして一番低いとこ、こういうところを想像でもいいんですよ。なんとなくあそこ高いんじゃないか、こっち低いんじゃないかみたいな、それを見つけてほしいんです。なんでかっていうと、これねグリーンに上がっちゃうと分からない時があるんですね。なんでかっていうと、こう周りの傾斜とか周りの木の高さとか、そういうものによってちょっと惑わされることがあるんです。なのでそれを今このフェアウェイを歩きながら、花道って言われるところを歩いていきながら探っていきます。じゃあちょっと行きます。だんだんこうフェアウェイのところからグリーンの面が見え始めるんですけど、まあ、ここでもう十分分かります。まあ、右が高くて、まあ、左が低い、まあ、これだけ分かってればもうまずは十分です。でもうちょっと上がっていきましょうか。さあグリーンに上がってきました。まあね、実際にこちらが相当高かったです、やっぱり。でまずこれボールちょっと1個持ってるんですけど、打ってグリーンオンしたボールが、まあ、この辺りにまずあるとしましょう。初心者の方たち、どうしなきゃいけないか、まずは、まあ、ボールマークしなきゃいけないっていうのもあるんだけど、今日はボールマークしないでそのままボールを置いておきます。でまずはですね、ボールとピンを結んだ、まずは後ろ行きましょう。そして、まあ、こっち高かったこっち低かったっていうのは分かってるんですけど、沈み込んでしゃがんで目の高さを地面にちょっと近くしてあげるっていうのすごく大事。そうするとなんかこうボールがあのラインで転がっていくんじゃないのかなっていうのがなんとなく見えてくるんですね。まずこれ一つ、ボールとカップを結んだ後方線上に来ます。ぐるっと今度は回っていきます。僕のやり方だと反対側に今度は回っていきます。これね不思議なもので、まあ、ここはもう明確にこっちから見たら左が高くて右が低いっていうのは分かってるんだけど、グリーンによってはこっちに来ると逆に見えることがあるんですね。そういうことをまず確認するために、まあ、もう一回こっちに再度来て、今度は反対側から本当に向こうから読んだ、一番最初に読んだ時と同じようなフックラインであるのかないのかっていう確認をしてます。はい、ここに来ました。ボールとカップのちょうど中間地点ぐらいのところに来ました。で今度はここに腰を落として、何を見るか、今度はこの高さですね、上りなのか下りなのかっていうところも見ていかなきゃいけません。まあ、ここはそうですね、カップよりもボールの方が低く私はちょっと見えてます。なのでまあ全体的にいくと上りっていうことが分かりました。
なので3つの場所から確認することによって、まずフックラインなのかスライスラインなのかっていうのが分かった。で最後の3つ目の場所からは上りなのか下りなのかっていうのが分かった。そしてそこでパッティングをしていく。私は自分の先生から教わったのは、グリーンに上がったらまずはたくさん歩きなさい、で足の裏で傾斜を感じ取りなさいっていうことを教わりました。分かります、本当に今これ立ってるだけでも分かります。右足の方に体重が乗っていく、そういう足の裏で傾斜を読み取るっていう繊細な感覚も必要になってきます。しっかりと、素振りをしてあげて、そして自分が思ったところにボールを転がしてあげる。残念ながらね、入りませんでしたけども、だいたい私の言った通りの上りのフックだったっていうのが分かるんで、何も悔いがないです。だから次のパットも多分入るでしょうっていう形で、しっかり読むこと、読むことっていうのは不安をなくすことにもつながってくるんで、ストロークもすごくスムーズになってきます。そういったところを注意しながらですね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。